ぴょんぴょんぴょん。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。デプスのですね、ブルスレンダー。これでね、魚が釣れたんですけども、結構面白い映像が撮れましたよということで、まずはこちらをご覧ください。はい、ブルースレンダーのフリーリグに来ましたよ。結構ね、引いてくれるカバーから出てきたバス君。30あるなしてとくかな、ブルースレンダーをリーリグで、タックルはね、グラビアスにファンタジスタのレジスタ 70H、 この組み合わせでやってみております。じゃあお願いします。はい、というわけでね、帰ってきて、まあどんな風に撮れたかなーなんて確認していたら、案外ね、あのブラックバスがどんな風に反応してで食いつきに行くか、そこもね、よーく見ると映っていたので、改めてですね、ああまあそう、釣りしてる時はあ、いた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 、くたーって感じだったんですけど、なかなかね、光が反射して見えなかったりっていうのがね、普段あったりするんですけども、どうでしょうか、改めてね、見ながらその時どんな感じだったのか、解説していきたいと思います。はい、釣れたシーンなんですけど、ぴょいーっとね、カバーの奥の方に投げて置いておいたんです。そしたらね、足元の方で上流に向かうこうバスを発見したんですね。あー、スルスルスルって上に上がっていくのかなと思いきや、振り返ってね、一気にブルースレンダーの方に向かっていって、よーく見てるとね、腹がね、ギラッと白く光るところが見えるんですけども、あー、これ食ったなーと思ってガーンと合わせてですね、はーい、じゃじゃーんって感じで釣り上がりましたね。こんな感じでね、魚がうってね、こうね、振り返って、それで食いに行くよなんていうところが足元で見れて大興奮だったんですけども、使った、まあ、タックルのセッティング動画の中でも説明しているんですけども、まずつけてるのはね、このブルースレンダーで、で仕掛けとしてはですね、こういった針ね、まあ、ちょっと懐の深めのね、フッキングの良さそうな針をつけていて、でそれにですね、こんな感じ、フリーリグですね。このごく軽いね、シンカーをフリーの状態で、つけて、それでこう、まあ、投げやすいんですよね、非常に。で、投げた後は結構ね、自由に、ふわーっと動いてくれるっていうことで、最近お気に入りで使っている、まあ、激軽のフリーリグっていう感じなんですけども、それでね、タックルはこういう感じで、ですね、これはグラビアスに、ファンタジスタのレジスタ 70H ね。ポイントとしてはこれね、フロロマイスターの20ポンドってちょっとね、太めの糸ですけども、これにこう、輪っか通して、そんで結んで、で、フリーリグにしているっていうね、こういう仕掛けでやってたんですね。なんで非常にですね、まぁ、ちょっとしたカバーのところでかけても、まぁ、20ポンドあるんで、いやーってね、引っ張ってきやすいっていうところと、あとはね、そうですね、まぁ、これグラビアスってリールね、これ一番初期型のやつですけども、こういう太い糸を巻いてもね、スルスルスルってね、仕掛けが投げやすいよっていうことで、この組み合わせでお気に入りで使ってるんですけども、で、まあ、この他だと例えば遠心ブレーキのね、リールとか好きで、よく使ったりするんですけども、なんて言うんですかね、遠心ブレーキだとこう、ふわっとね、こう、糸が、膨らんじゃう時が結構あるなーって印象があって、そういうのをまあこういう、なんか特殊なマグネットブレーキが
ついているリールで糸をコントロールしてやるっていうことで、結構ね、内物はこういうマグネットブレーキの、リールで使うことが多くて、で巻物とかはね結構遠心ブレーキで使うことが多いかなっていうことで、こう内物と巻物でね、いろいろリールをね好きなものを使い分けたりしてるんですけども、まあ、今回ねこれブルースレンダーで釣れたよっていう動画なんで、ブルフラットとはね全然違った感じのこういう細長いシルエットなんで、どうだろう、アピールとかこう魚の寄りとかってまたちょっと違った感じになってくるからどうなのかなーなんて思っていたんですけども、今回ね使ってみて、魚がねなんかやっぱなんなんですかね、どこがね肝になってくるんですかね。あのブルフラット特有のボーンとねボリューム感があるのがダンっていて行くのかなと思いきや、こういうスレンダーボディでも何にもね特にアクションも入れてないんです。入れて置いておいただけね。でその他にもあそこのポイントで結構ライトリグで釣ったりとか、その他のワームで釣ったりとかして、結構ね魚ももう釣れた状態になってきて、なかなかね目の前に入れても食わないよみたいな感じになってきたんですが、ただこれね投げて入れて置いておいただけなんですけど、今回おーってこうね振り返ってね、でわざわざ食べに行ってくれて、でやっぱりこのデプスのねワーム特有の、食べてから結構ねちょっと合わせるまでに、時間があったんですよね。もぐ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 してるなーなんていうタイミングがあって、そこで余裕を持って、糸ふけ取ってえいやーってね合わせることができたんで、なんかやっぱすごいね魔法のかかったワームだなーなんていう風に、感じました。でまあね、ぜひねこのね軽いフリーリグね、夏のこの時期とか、あと浅い水深のところでテンポよく打っていきたい時とかね、このワーム自体に重さがあるんでまあ投げやすいんですけども、これでさらにちょっとした起点を設けて、ノーシンカーとはまたちょっと違った感じのね、ふわふわしてるんだけどちょっと入れ込むんだけど、でもこの重りが軽いからそんなにスタックすることもなく、いろいろなところがテンポよく打てちゃうってね、こういう組み合わせになってますんで、ぜひね試してみていただければななんていうふうに思います。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、デプスのですねブルースレンダーで、ミエバスが食いに行ったよ、食いついたよってね、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。